川崎 Z1R 及び Z1R2 は川崎重工業が製造、販売していた、送配器量 1000cc クラスのオートバイである。Z1R はメディアの予想に反し好調な販売成績を残したが、逆に Z1R2 は2年間の販売で、総計5000台に達しなかった。これは、同年発売の Z1000M2 が、 1> z 1 r 2より廉価で、なおかつほぼ同等の動力性能を持っていたのと、Z1000M2 のほかツーリング目的の Z1300 や Z1000ST も発売され、さらに1980年モデルで、Z1R2 より出力の高い Z1000 フューエル、インジェクションの登場で、存在意義が失われた。欧州市場には、リコール問題の影響もあって、 イギリス、ドイツ等の大需要国への販売を行わなかったなどの理由による1980年エンジンの徹底的な見直しと新生フレームを持つ1981年モデルの Z1000 が発売され Z1 から出発したエンジンフレーム構成は完全に姿を消し次世代へ移行したが発売後数十年経過しても根強い人気があり 多くの車両が逆輸入され、高値で取引されているモデルである。川崎の1リッタークラスには、Z1、Z900 のマイナーチェンジ版の Z1000 が存在していたが、多様なニーズに対応するため、派生車種として当時流行していたカフェレーサーイメージを持つタイプが開発された。その結果1978年モデルとして導入されたのが、 この Z1R である。従来の曲線を多用したスタイルは一変し、直線を基調としながらも微妙な曲線美を持つ、日本刀をイメージさせるもので、あえてカラーリングも金属感を強調した、メタリックスターダストシルバー一色のみの設定とした。社名には、Z1 の2文字を復活させ、エンジント色も、初期の Z1 と同じ黒をおごった。 川崎発のアルミキャストホイールや大容量、膨張室を持った4イン1集合管を装着し、ビキニカウリング内には、スピード、回転系のほか燃料系と電流系が備えられ、方向指示機には、オートキャンセル機構が付加されるなど、装備品類にもコストをかけた。エンジンの基本ブロックは1978年モデルの Z1000 のそれと同一だが、 体系キャブレターの採用等により、出力 90PS を発揮し、スペシャルモデルとしての差別化を図った。この時期、急激な円高となり各社ともに一斉に値上げが行われた上に、もともとベースモデルの KG1000A によりも高い価格設定だったこと。また、この年に発売された、競合各社の1リッタークラスとの性能比較では、 必ずしも良い成績を残すことができなかったこと。さらには、ベースモデルの KG1000A2 のフレーム構成のままで18インチ化したことにより、前輪にまつわるリコール騒ぎなど、数々のマイナス要因を抱えていたにもかかわらず、全世界で1万5000台以上を売り上げることとなった。この Z1R 発売の翌年は、日本の競合各社が1リッタークラスに、 新型車を続々投入したが、メディアによるテスト記事には、Z1R より早い、スタイリングの斬新さは、Z1R に劣るなど、Z1R を比較対象とした表現が溢れ、あらゆる面においてのベンチマークとなった、現地プロデュースによる派生モデルとして、フランスに、Z2R、ドイツに、Z1000S、アメリカに、Z1RTC が存在する。 1977年発売の Z1R は発売当初より主として北米メディアにより小さな単位区、進歩していないエンジン、薄いシートにアバンなサスペンションと国評され、また集合管システムによる一本出しのマフラーは左右対称を好む北米人にはあまり歓迎されなかった。これらの点を洗い直して1978年に 発売されたのが1979年型 Z1R2 である。同年発売の Z1000M2 ベースとなったエンジンは、カムカバーが角型になったほか、Z1000M2 と形状の異なる専用マフラーなどの採用によって出力もわずかだが、Z1000M2 より高いものとした。Z1 の強化版の Z1000 から、 ダウンチューブの一部を二重交換とした Z1000 マーク2ベースのフレームとなった。カラーリングも黒と赤の2色が用意された。Z1R2 と Z1R のエンブレム表示の違い複数のサイドカバーエンブレム。ありがとうございます。